じゃあただいまより会見を行います。はい、埼玉本部の事務局ニュースにございます。あの連休じゃなくて土日週末にかけて谷垣総裁、石原幹事長だけではなくて小坂参議院幹事長、私も長島徳良先生とともに岩手に入りまして、西村先生は福島に入り、それぞれ多数の国会議員が被災地に入ったところになります。それと2つ目の今日の各党政府実務者第8回の会合の件であります。原発につきましては後で、西村さんの方で、報告して、いただきます。それで、原発以外ではやはり被災地のガソリンというのが大変、不足して深刻だ。それは県を問わず大変厳しい状況にあります。そのことが人の移動あるいは物の移動、それに差し支えが出てき、また医療面とかボランティア、それの増加ということになかなかつながってない一つの大きな要因だということで、強く私をはじめ各党からとにかくガソリンをと、あれを末端にまでしっかり行き渡るように強く要請したところであります。昨日も午後岩手を出ましたけれども、東京に帰るまでガソリンスタンドは一箇所しかありませんでした。やっとそれで満タンにして緊急車両ということで満タンできたんですが、緊急車両以外であれば2000円とか3000円とかその分のガソリンしか未だ持って入れられてないと、まあ、そういう状況について強く経済産業省だけではなくて政府全体の取り組みを要求した、要請したところであります。まだまだ被災地では停電、それから断水、いっぱいあります。それも目標をいつまでという目処を示して取り組んでいただかないと、なかなかこう先の見えない厳しい状態、こう暗く押し込むだけなので、強い取り組みを要望したところです。仮設住宅の整備もやっと始まりましたけれども、まだまだごく一部であります。そのことについても我が党から要請したところであります。今後の予定は、まあ、今日は、先週金曜日の政府回答をもとに議論を進めたわけでありますけれども、かねてから我が方が主張してましたように、テーマを絞って集中的に議論を拡散せずやろうということで、明日は時間未定と書いてございますけれども、3時15分からに決まりました。1時間避難所の諸課題、避難所が抱えるさまざまな食料ガソリンの問題はそうですけれども、人的な体制、保健、医療、教育、そういった問題を議論をすることになっております。その後はまだテーマしっかり決まっておりませんが、方向達成としては住まいの確保、それから市町村の人的支援の充実、こういったものがテーマになるであろうという概ねの方向は出ているところであります。それから今日も含めて自民党本部から約累計で275トンの物資を緊急救援物資として被災地にお届けしたところであります。私の方からは以上です。それでは続いて西村さんの方から各党政府実務者会議の原発関係について報告をしてもらいます。今日の実務者会議で、まあ、原発の話、まあ、これは毎回大体状況について説明があるんですが、まあ、それについてはいつも、まあ、大体テレビで放映されて聞いている内容でありますし、まあ、前回の時から私から強く申し上げているのはそこにある2つでして、
その水素爆発にしてもある程度燃料棒が露出をしてジルコニウムが酸化すると水素出ることは分かってるわけですし、一番最後の11番ですね、私の出した2枚紙で言うと11番ですけども、このニュースで言うと一言コメントの一つ目ですけども、あるいは、何らかの形でそういう爆発があればどっかに損傷がある、あるいはあれだけ水を入れてるわけですからどっかに水が出てくる、水が溜まるっていうのも当然予見できることでありますが、それを、推定せずに、長靴も履かずに入っていってるわけでありまして、あまりにもその場しのぎその場の対応になってるんじゃないかと、もう少しいろんなシナリオをもう専門家が集まってるわけですから、どういうふうに今後なっていく可能性があるのか、それに対してどう対応しなきゃいけないのかというところをですね、しっかりと見通しを立てながら、本当にやってるのかというところを、これは後々また検証することになると思うんですけど、とりあえずは見通しを立ててやってくれということと、それから、専門家をいろいろ集めてますし、安全委員会もありますし、原子力安全委員会もありますし、それからアメリカ、フランス、IAEA、それぞれの専門家も来ているわけで、それぞれいろんなレベルでそことはやり取りをして、知見を聞いていると言ってますけれども、本当にそういうものを結集してですね、そうした見通しを立てて、あるいは対応を考え、どういう観点からそれを決定しているのかというところを、これは後々、検証することになるわけですが、まずはそういうものをすべて結集して、一元的に対応、見通しを立てて対応してくれということを、今日は強く申し上げました。それから、20キロ、30キロ圏内、昨日総裁も回られて、これ以上、あんまり混乱して、もいけませんので、とりあえず、ガソリン、食料の供給を強化してほしいと、特にガソリンが、今、谷さんの話もありましたけれども、被災地全部足らない中で、特にこの20キロ、30キロ圏内というのは足りてませんので、そのことを今日は強く申し上げました。それから、昨日回った中で、主だった点だけ今日申し上げたんですけれども、放射能被害を受けた農業対策はやっぱり急務だと思います。これも先週来やり取りしてますけれども、政府はやや前向きな感じになってますが、当座の資金繰り、補償は後から出るわけですけれども、当座の資金繰り対策で、一時金的なものを早急に支給してほしいということと、それから、これ特に飯舘村で強く言われましたけれども、土壌汚染で強い数字が出てますので、農家の方の不安がものすごく深刻なものになってます。で、問題はですね、これも縦割りで、文科省が発表、数値はモニタリングして発表するんですね。だけどその意味は、原子力安全委員会が説明することになってますと。しかしその後の対策は農水省、厚労省で考えますというようなことになっているようでありまして、数値だけポンと発表されて地元の人たちが何の説明もないと、セシウムが6万ベクレルとかですね、非常に高い数字が出てるんですけども、それについてどういうふうに対応していいかの説明が全くないということで非常に不信感が、高まっておりました。今日はその縦割りを排してしっかり数値はもちろん説明、早く公表すると同時に説明をしっかり、してほしいと、で今後どうしたらいいのかということをやってほしいということを、申し上げました。合わせて、水源地でもありますので、土壌のチェックのみならず水源のチェックなどもですね、合わせてやってほしいということを申し上げました。輸出についてですね、各国で輸出、日本の農産物の輸入制限のような動きが出ていることについても従来から申し上げておりまして、今日終わった後で外務省が来まして、各省と相談しながら、何らかの証明書を出すようなことも含めてですね、今早急に考えますということでしたので、EU はそれさえあれば、安全な品目については輸入を継続してくれますので、それも対応は前進してますが、早く対応してほしいと思います。それから資金繰りについて、やっぱり非常に中小企業の方々、これは避難所を回って、総裁を回られて、私も一緒に回って、いろんな方から言われましたけれども、知らないんですね、返済猶予をしているとか、手形の猶予をしているとかということを知らないんで、あるいは雇用調整助成金とか、信用保証制度を緩和していると、使えるぞということも知らないんで、今日実務者会議で申し上げましたら、
FM 東京の子会社のラジオを活用して、ラジオで5分間毎日やると、まあ、5分と言ってましたけども、ということ、それから、まあ、壁新聞みたいなのラジオの、 まだ内容とか、壁新聞、避難所には壁新聞をずっと貼っていくと、新たな制度について、分かりやすいものをやっていくと、中小企業庁はパンフレットを一斉にその被災地に配りたいと。簡単なですね、分かりやすいものを配りたいということを言ってましたので、この辺も早く充実をさせていただきたいと思います。一点議論になったのが雇用調整助成金、これについて原発の避難地域で使えないということは昨日言われたものですから、今日指摘をしましたら、まだ整理ができていませんという答えでありまして、つまり雇用保険をかけている人たちの中でこの制度があるわけで、経済的に一時的に何かあったときにこの制度を使うということですけれども、政府の指示で避難した人たちに対して使えるかどうかというところの整理ができていませんという回答だと思うんですが、私からは震災津波の被災者と原発の被災者を区別しないでほしいと、これはまあ前々から申し上げているんですが、求めているものは同じで、ガソリンがなかったり食料がなかったり中小企業対策、そういう予算を使いたいということは同じ要求ですけれども、たまたま、直接的な震災の被害なのか、二次的な原発の被害なのかということで、まあ、最終的に財源が違うわけですね。東電も含めた補償の仕組みに入るのか、災害救助の方の仕組みに入るのか、最終的に財源が違うからですね、役人的には多分そう分けて考えるということだと思いますけども、求めてることは一緒ですから、これ、もう本当に前から強く申し上げてるんですけど、一元化して同じように扱ってくれと。で、財布はもう後から整理して考えればいいんじゃないかということを申し上げています。まあ、あと個別のここに書いてあることを申し上げました。まあ、相当被災地、特に原発の避難民の人たちの不安の高まると同時に、今後仕事が続けられるのか、農業を続けられるのかというところの不安が高まってますので、早い対応、本当に丁寧な説明がいると思いますので、そのことを強く引き続き政府で求めていきたいというふうに。それでは何かご質問がございましたらお願いいたします。今のその、はい、自由制限のその証明書の発行というのはもっと具体的にどういう説明でしたでしょうか。まだ考え検討しているということでしたので、これからおそらく具体化していくんだろうと思いますけど、今厚労省農水省と相談をしていると、外務省がで EU は明らかにそれがあれば、今割と一律的に止まってきてますけれども、それはしっかり輸入を継続するということのようですから、まだ具体化されたものはありませんけれども、各省と相談しておそらく何らかの形で出るんだと思います。説明それは どなたか、今日は外務省です。外務省は誰でしょうか。外務省のあれですね、危機管理担当審議官ですね。今の話は今日実務者会合の中ではなくて、その後の実務者会合で私が指摘をして、まあ、これ前回も指摘してこれまで回答なかったところということで、今日は整理するようになってましたが、私から申し上げて終わった後に、外務省の方が来られて説明を受けました。はい、その場で終わった後、はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしいですか。じゃあどうぞ。前回18ページにわたる政府からの回答の文書があったと思います。あれについては何か今日話というか議論を出ましたでしょうか。議論といいますか、やはり全て回答をもらってない回答ということを強く求めた政党もいくつかありました。我が党は別にあんなもんだろうということで、まあ、それにその回答がもらえるから満足だということではなくて、基本的にこういい事態に変えてもらいたいがために我々は要望しているので、ですからたとえ回答があったとしても非常に抽象的なんですが、全力で取り組んでいるとかですね、万全を期すようにしているとかですから、その回答の中身ではなくて本当にそうしたことが現場でなされているのか、その地域でなされているのかということを常にいろいろ声を集めながらウォッチしていきたいと思っています。よろしいですか。他にご質問
内容ですので、はい、会見を終わります。ありがとうございました。追加の資料がございますので、どうぞお受け取りください。